フリーレイターのいつか洗って過ごせる日丸で,です。小池百合子都知事は不出馬、いつ出馬表明するのかということでやっていきたいと思います。はい、ということでですね。まあね、なかなか表明しないということで、まあ、不,出不出馬のね。噂も、えー、立っている小池百合子さんなんですけれども、確かにね。現状、小池さんの、えー、状況っていうのはまあ、ちょっと厳しいよね。っていうのは確かなんですね、えー、ネガティブ要素としては東京15区でえー、音ださんが落ちた。 えー、しかも結構な惨敗というところで、えー、まずちょっと二の足を踏む要因になりますよね。そこから、知、えー、名度のある蓮舫氏が出馬した。さらにですね、自らも票割る可能性のある玉上俊夫さんが、えー、出馬を表明していて、えー、日本保守党であったり維新であったりっていうところもどうなってくるかわからないというところなんですよね。で、えー、蓮舫さんの票割りは強い対抗馬っていうのが現在不在であると。 いいないんですよね今のところね、えー。小池さんの票を割る可能性というのはあるのに、えー、蓮舫さんの票は割れないというのが現状の状態というところなんですよね。そして、ポジティブな要素としては、えー全、全62個ある市区町村のうち、えー、52の市区,市区町村長から、えー、出馬の要請があったと。また、公明党からも出馬要請。まあ、これはあの実質支援しますよというように近いですよね。 そして、連合及び国民民主からの推薦支持、支援などの可能性がちょっと高くなってきているのかなというところですね、ただし、えー、連合に関しては、えー、一部増反が出るのかなと、要はその、ね、連,合な連合ってあの、労働組合の集合体なので、中にはその立憲に近い人たちもいるわけですね、そこが、えー、増反して、そっちに応援に回るという可能性もあるという状況ではあるとは思います。 で、えー、不出馬はあるのかっていうところなんですけれども、現状、不出馬の噂や書き込みを見ていると、どちらかというと、連邦氏側の指示を支持しそうな人たちであったりとか、小池百里子さんのことを批判しているような人たちというのが多いんですよね。そのあたりを考えると、どちらかというと、願望であったりとか、まあ、出て欲しくないなっていう願望であったりとか、不出馬すれば、 あ、出馬すれば失、失礼します。出馬すれば落ちて恥をかくよと、小池さんに思わせることが目的である投稿にも見えるんですよね。まあ、ここはわかんないですよ。何か情報を持って言ってるのかもしれないし、まあ、あの、出ないでほしいなっていうね、えー、思いであったりとか、出ると恥をかくぞと、えー、小池さんに思わせてやろうと、どんどん投稿してると。いう可能性もあるし、ちょっとそこはまだわからないけれども、まあ、そういう可能性もあるので、えー、直ちに噂がいっぱい立っているから、情報がいっぱい出てるから、不出馬だと。 言うにはちょっと早いんじゃないですかというところなんですね。またですね、前回の都知事選挙では、小池さんは、えー、6月18日の告示日に対して、出馬表明は6月の12日なんですね。選挙まで1週間切ってたんですよ。これは主要5候補の中では、えー、山本太郎氏の次に遅いタイミングだったと。初当選の前々回も、7月14日の告示で、6月の29日と約2週間前なんですね。今のタイミング、まだ2週間以上あるので、 現タイミングで言うと、まあ、あのー、遅くはないよね、と。まだここから出馬表明してくる可能性って十分にあるよね、というとこなんですよね。はい。では、いつ表明するんですか、というところですよね。これは、現状より周りの情勢、すなわち自分の票を食う候補が出てこないかっていうところと、えー、蓮舫さんの票を食う候補が出てこないかと。 出て,き出てきてほしいなと、小池さんは思ってると思うんですけども、そこをギリギリまで見極めていくのじゃないかなというところですよね。えー、前回、前々回の主要候補でラストの表明は、前回が山本太郎さんの3日前、前々回は鳥越俊太郎さんの2日前なんですよね。まあ、両方とも落ちてるんですけども、えー、場合によってはその辺りまで、えー、引っ張ってくる可能性っていうのはあるのかなというところですよね。特にですね、えー、日本保守党の態度次第、態度を表明してから、まあまあ、ね、 アリモトさんが出てくるのか、飯山さんが出てくるのか、それとも誰も出さないのか、っていうところをね、考えてから、えー、表明を見て考えるんじゃないかなっていうところですよね。で、小池ゆ子さんが、自信があればですね、来週の対案である6日あたりに出馬表明をする可能性がある。まあ、蓮舫さんが出てこなかったとかで、あの、最高馬がそんなにないよねっていう状況であったりとかすれば、可能性としてはその日だったんだろうけれども、まあ、おそらく現状を見るとね、ちょっと厳しいよね、 もうちょっと様子見たいよねって小池さん思うんじゃないかなと僕は思っていて、まあ、一番遅くてね、18日の対案なんですけども、さすがにね、まあ、あの、山本さんとか鳥越さんとかの例を見ると、あのー、ないとは言えないところなんだけれども、ちょっとギリギリだよねと。しかもその二人落ちてるよねっていうところなんですね。そう考えるとですね、えー、日取りとか見ていくと、12日の対案であったりとか、14日の、 先勝ちの、えー、午前中に会見を開くあたりが濃厚なんで、濃厚というか、まあ、この辺が可能性高いのかなと思っています。まあ、宮本武蔵のようにね、じらしにじらす可能性もあって、あの、要は18日の対案の日にね、あのー、突然証明するみたいなこともあるとは思うんですけど、あると思うんですね。で、えー、現時点でこれ出馬表明してないからといって、一概に不出馬,不出馬とは言えなくて、えー、不出馬を表明するか、えー、あ 表明しない限りは、出てくる可能性というのは、ね、自分あると思っておくべきなんじゃないかなというふうに僕は思っています。要は、自ら出ないという表明をしない限りは、この人は出てくる可能性があるよねっていうところだと僕は思ってるんですよね。うん。まあ、あとはね、周りの情勢次第、さっきも言った通り、えー、何か、ね、あの、小池さんの、えー、票を食いそうな候補がこれ以上出てくるんですかと。これ、もしも出てきたらやばいよね多分思ってると思うんですよね。 できれば日本保守党出てくるなみたいなね。維新の党出てくるな維新の,の会ですね。日本維新の会出すなよ出すなよって思ってるんじゃないかなと僕は思うんですけれども。うん。その辺であったりとかがね、どうなるのかっていうのが、えー、どうなるのかっていうのをしっかりと見極めた上で、小池さんは出馬なり、不出馬なりという表明をする。まあ、あの、本当に後出しじゃんけん状態に。まあ、こう、都知事選でね、後出しじゃんけんになるっていう話がありますけれども、本当に後出しじゃんけんで、 のなるべく見極めて、見極めて、見極めて、見極めてから、どうしようって考えてると思うんですよ。いろんな想定がね、小池さんの頭の中にあると思うんですよ。この人出るんじゃないか、あの人出るんじゃないか。いや、こ,こ,こ,この人もうんうんうんみたいなね、えー、状態になってるんじゃないかなと僕は思ってるんですね。なので、まあ,あの、本当にギリギリじゃないかなと。まあ、ね、あの、12、14、場合によっては18日っていうのも、まあ、あるのかなっていうところがね、えー、私の 考えでございます。なんてね、えー、ことを言っていたらですね、この後すぐに表明して、えー、 出ますとか、出ませんとかってね、すぐに表明されてしまった。お前何やっとんやっていう、あの、僕への突っ込みが入るっていうね、え条、ー、件になるっていうのも十分に僕の場合ある、ね。相変わらずの自己眼鏡なんてね、えー、言われてしまうなんてね、こともありそうで怖いんですけれども、まあ怖いなと思いつつもですね、えー、この録音をさせていただいております。はい。まあね、もしもそういうことが起こったらね、あの <laughs>、言ったそばから表明しとるやん、みたいなね。<laughs> むしろ、あなたの動画が出るのと、小池さんの表明ほぼ同時だったよ、みたいなことになったらね、もうあの、皆さん 笑ってくださいね、はいねはというところでですね、えー、この辺りで、えー、終わっていこうかなと思います。はい。ということでね、えー、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければね、チャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。そしてね、Twitter、えー、t w i の方もやっておりますのでね、えー、こちらの方のフォローもぜひよろしくお願いいたします。ということで、本日はこの辺りで、えー、終わっていきたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。